一回だろ、お父さん、チェック目が出るが。よし。皆さん、こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。以前漁に占める渡り貝の割合はどれくらいですかっていう質問のコメントが来たんですけど、自分は3分の1ってパパパッと打ったつもりだったんですけど、後からは他の方が教えてくださったんですけど、3分の2って打ってました。間違いです。パパパッと打って次の返信に行くんで確認しなかったんで、ミスタッチに気づかずすいません。漁に占める渡り貝の比率は3分の2ではなく3分の1です。ちなみに漁師島漁協全体で言うと、漁師島漁協の総水揚げの約半分が渡り貝です。では動画スタート。今日もエビ拾い行ってみましょう。あとこっち探してみます。マネベ島に到着。こっから沖へ沖へ、あれか、虫島へ向けていきたいと思います。1番目は予想通り軽く来てますね。これ日が暮れるとガサもねがっつり入るんですよね。あーナイスナイス、スーパーナイス。日が暮れてないのにコチもいるし、セイマキもおるし、エイもおるし、エイはいりませんけど、フグおかずにしよっかな。ちょっと U ターンしたくなりますね。これはゲタがいないだけで、多分 U ターンしたらもうゲタも出てるんじゃないかと思うんで、多分エビも出ますから。これからこれはちょっと U ターンしたくなりますね。前回の動画の時にシャックルが外れちゃったんですけど、直す時につける場所間違えた。こっち全然入らなかったんですよね。イカイカをこっち、ナイス。こっちもこっちがいましたね。セイマキも、セイマキもおりました。おーおー、待って待って、めちゃくちゃいいじゃないですか。イカもおるし、ちょっとこれはどうしよう。頑張っていけるかな、行けてみようかな。もう行けても行けなくても正直あんま変わらないですけど、なんかよそではね全然違うらしいです。生きとしにね。でもよりしま夏は死んでもそんな変わらないですね。めちゃくちゃいいじゃないですか。ちょっとどうしよう。でもここはもういいんですけど、ここはもう網上げたままちょっとここをこの場所をちょっと飛ばして、くれたらガサもよう入りますね。さて虫歯、今年の虫歯はどんな感じなんでしょう。おエビ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 、いきなり3つ。よし、これはもうめっちゃ弱いんでね、見たらすぐ拾わないとすぐ死にます。
てるんでね、先に探しとかって、あれほんとすぐ死んじゃうんですよね。鳥島の打たせの人たちはこの虫歯周りで今この歯も取ってますね。いい感じです。続けて頑張ります。虫歯の量は忙しいですね。やっぱユリがこれが忙しいんですよね。もう寄りっぱなしです。歯もこれはうまそう。1年に1度は天ぷら食べたいですね。歯も以前組合長がハモはやっぱり天ぷらが一番美味しいと思うって教えてくれて、それから天ぷらにハマってます。ハモとキスはもう天ぷらにかなわんですね。ここにも大凧の子がたくさん、ちっちゃいのが濃いして、今日は出場数が少ないんで周りを見る限りあんまり人目がいません。だからちょっと死ぬも拾っておきます。でも安とるなこれ、多いかな。貝めっちゃ湧いてますね。この貝が非常に湧いてる。去年こんなとこなかったですね。ここまでたくさん毎年見るのありますけど、ちょっとめちゃくちゃ湧いてるな。寄りにくい。髪が真っ白に、なんでしょうねこれ、糸みたいな、なんか生き物の跡ですかね。あら、アリビリでかい。やっと出てきました。マナベシマより狭きゃ小さいですね。栄養が少ないんでしょうね、ここのやっぱり。リベうまそう。おー、オンガレ来た。やりました、やりました、本当に。リベ寄島沖だとですね、だいたい20分、水島なんか行ったら10分から15分、下手したら5分で上げる時あります。ただ虫歯は深いんで、25分ぐらい漕ぐんですよね。下手すると30分。だから水島とか行ったら全然いないようでも、1日終わったらめっちゃ魚溜まってるんですよね。なんせ12分平均投げてますね。ちょっとしばらく同じとこ往復です。U ターンしてもダメかもしれません。今日は潜ってた魚が出てきたタイミングが日が暮れて1時間20分後でした。そういう潮なんでしょうね。エビも一気に出てきましたね。これはコチがすごかった。コチだけでもないですな、上にあとニベがね、なかなかないですなんですよね。赤毛ともかなり見えてましたけど、まだまだ出てくるでしょ、下から。ハモはおまけ。おっと、2秒探してたら今、ああこれは気圧の関係で一気に30メ
メーター近くから引き上げられるんで、浮き袋が多い、浮き袋が膨らんでます。ここにもでかい、なんか見た。それよりもこれやりました。見つけた。ここは丘よりこう話すのが遅め、一番後話した後です。
取れてないでしょ。いませんでしたけど、めちゃくちゃ今日は狩りが順調ですね。素晴らしい。こちらは爪だけ。どっかにいるんじゃないんでしょうか。でもこれはもう古いですね。空っぽいですね。漕ぎながら帰りましょう。2番漕ぎながら帰ってみます。ラスト2番、ちょうど上り返しです。カニに期待しましょう。もう誰もいません。打たせの刃元りの人たちも寄島へ帰りました。破れてるのか全然入ってねえっすね。何事？でもなんかもういいもん見えちゃってますけど。おわ、2枚も来た。すっげえ。漕ぎながら会議作戦大成功。もうこの時点でこちらにもいてくれると嬉しい。すごいじゃないですか。すごい。 U ターンしたい。でかっ。でかいの来ました。他のも大きいですけど飛び抜けでかい。これサムネかな。カニだけだと寂しいですかね、サムネ。あ、さすが上り返しでしたね。では帰りたいと思います。ちょっと U ターンしたくなりますけど、もう今日9時1番なんでこれで帰りたいと思います。ちょっと帰ってこっちの網を何がいけないのかチェックしましょう。最後網洗ってたら気づきました。あら、何が出なくてよかった。こっち2つキャッチしてくれてましたからね。他の方は出てくれそうけど。勝ってます。今日はしんどかったですけど楽しかったです。おー、おるが。でかい、しかも。なに、ほんまや。沖縄だからでかい。ほんまか。前半、エビ拾うんとゲタ洗うんで、もう夫婦言いました。もう、酔ったらすぐ取り、酔ったらすぐ取れて。そんな気おったらなんて。エビが増えてきましたね。やったー。よいしょ。はい、巻き。さあ、虫もはちょっと少なめ。こっちが、多分3つか4つ針玉。はい、そんなに？うん、この間のまでも多いじゃろ。見てばよつも台があんまりおらんのよね。あとはこれ綺麗なやつだけ拾いました。ほとんどもうリリースです。こちらはガダエビショ。こちらはゲタ。
今から寄ります。分かれたい。今日はエビ食べましょうかね。どんぶりだ。キス天とかエビ天とか、あと何？じゃがいもに玉ねぎ。ここであったかな。ここではないです。の中でもやっぱり一番おいしいのはこれでしょう。何でしょうか。これは唐揚げです。これは唐揚げですが、寝太です。竹原の塩でいただきます。寝太って正式名称なんて言うんですかね。これなんじゃったかな。天竺鯛です。天竺鯛、思い出した。うまっ。寝太は絶対夏のビールを裏切らない。もう一つ、サクサク、うまっ。もちろんキスもうまいですけど、あ、キスうまっ。やばっ、すいません、キス優勝。あ、実はこれつけたのもあります。寝太ごめんね。キスの優勝でした。キスやばうまでした。